島野は今年売り上げアップの年ですね。でも火燃やしちゃいましたからね。炎上してました、炎上。ね、笑っちゃいけないんですけども、マジね、あれ、社員たちは全然、どうなってんのっつったら、いや、ちょっと燃えたみたいですっていうで、ね。で、みんな何してんの、普通に仕事してますって。ね、まああれね、工場、新工場の裏の方なのね。で、メッキのところだったのよ。ね、メッキ工場のところ。カジキも白線した時あるんですよ、100万円で。で、高いんで、1匹丸ごとやると何百万円もかかるんで、頭と尻尾だけ。真ん中はですね、近所のおばちゃんたちが奪い合いでした。で、魚屋さんでさばいたんですよ。もう、頭と尻尾だけは持ってかないでねって言って、で、真ん中は近所のおばちゃんたちが何十人も来て、ブワーってこういうブロックで、ブワーって持って帰ってました。その後それをね、頭と尻尾だけ剥製にして、頭がこう出てて、まあ、頭、みんなから見ると頭があって、尻尾がこういう真ん中いたっていうね、っていうのをそれ100万円で作ってもらったんです。でそしたらお寿司屋さんがね、どうしてもそれをうちの看板に借りたいって言って借りっぱなしだったんですが、なんとそこのお寿司屋さん火事で燃えちゃった。だから俺の100万円のカジキ燃えちゃった。はじめさんごめんなさいって言いながらねえ、さあ、はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめ YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問というのをですね、直にお答えして、さあ、ということで、まあ、これからの大事にちょっと楽しみたいなということで、ぜひご入会をよろしく。